はい、またね、10円ストレージで遊戯王のカードを買ってきております。今回これだけ結構買ったんですよね。最近にしては割と買ったんじゃないかなと思うんですが、いつの間にやらなんかレリーフも追加されててかなり買っちゃってるね。結構ちょこちょこ見てるんですけど、ちょこちょこ追加されてるんですけど、いろんなこう場所にあるから探すの大変なんですよね。で、まあレリーフあったとはいえ、そんなにね、あのレートの高いものはさすがにないです。ソビアのネプロスと、あ、これはコレクターズか、五光の魔術師で、エボルガイザーラギアあったんですけど、めっちゃボロいんですよね。すごいボロい、レリーフか何か分かんないぐらいボロい。でもとりあえず買っちゃった。なんでこんなにボロくなんだろう。はい、このままデュエルする。でアモルファクターサイコですね。これもよく見つけるね、10円で。でジャンクバーサーカー、これもよく見つかんない。トライデントランチャー、気づいたらね、10枚以上持ってましたね、これ。まあ、あると買っちゃうっていうね。はい。これもボロいんですよね。めっちゃボロい。多分同じ人売ってないかな、この辺。同じような痛み方なんですよね。自爆心、着、ジャラグネラですね。はい。まあ、とりあえず10円だしね、とりあえず買っておけという感じです。テルね。ブリリアント、これもかなり揃ってきたな。多分同じ人売ってるね。同じような。痛み方ですね。アーカナイトマジシャン、これ綺麗なんですけどね、結構安く売ってますよね。はい、これね、ムーンライトライ、あ、なんだっけ、ムーンライトライオダンサー、これ綺麗だけどね、この状態これはいいね。はい、で千鳥さん、千鳥さん、こう縦のね、背景の軸がかっこいいんですよね。軸じゃないや、レリーフがね。はい、この辺、まあとりあえず持ってない宿だから買っとけっていう感じ。なんかでも、なんだこれ。はい。あ、そうそう、2期のウルトラなんかもあったんですよね。ロケット戦士。はい。と、これも宿か。カオス・アストランタル。これもちょっと状態悪いな。あ、このプッチプッチのね、いいなと思って買っちゃった。この辺ね。はい。ですね。あ、これ持ってないと思ったんですよね。悪魔族のスーパーまだまだ持ってないいっぱいありますね。インフェルニティデストロイヤー、うん、なんか名前と顔が合ってないっていうかまあいいや。マートの宿、これ持ってるけど、ここ綺麗ですよね。 PP14 か、14でも光り方強いね、これ宿の。これも同じかな、 PP の14だね。ロースアリアン、あ、で、はい、これ2期のウルトラあったんで買っちゃって、コマンドナイトね。2期ぐらいまでだとウルトラでも、ね、安いのかな。で、ドラゴンオリオ。どこがドラゴンだよ。なんかドラゴンのコスプレした人みたいだよね。はい、で、あ、この辺2期。あ、これも2期か。迷宮変形。ダークエンジェル、もう。ダークエンジェル。なんかよくわかんない。この辺も、あ、これもそっか、2期のスーパーか。落とし穴。あ、で、あ、これブースタークロニクルの分だけど、ちょっと折れてんな、しまった。でギャラクシーサテライトドラゴン、ドラゴン感が全くないね。白の上、この辺ちょっと持ってるかどうか微妙なスーパーですね。あ、踊りによる誘発、これ持ってなかったんで、そこそこ状態が良かった。秘術の、これ、一期か。はい。ちょっと一期二期のカードもね、割と手出してますね、今。プリズマ、この間、なんだっけ、ちょっと古いバインダー手に入れたんで、それ入れようかなと思って、いろいろ買ってますね。まあ、これもちろんレプリカ、定番のレプリカですけどね。追加の10、あ、これ欲しかったんだな。サイバードラゴンコア。これは PPQ。お、この辺も光強いよね。はい、宿のね、光がね。スピアドラゴン。悪魔の口づけ。ちょっと折れてたか。2期ですね。はい。オーシャンズール。これなんか宿の光が薄い。これもちょっと若干薄いのかな。PP17 で。で、セイバーダークソウル。これかっこいいよね。獣族なんだ。めっちゃもう、なんだ、悪魔族的な感じで。異界の極死竜。ドラゴン族持ってないと思うんでね。あ、
エビルナイトドラ、まあ定番じゃ定番の2期のウルトラですね、レプリカ。ウルスーパーか。はい。どうでもいいね。はい。エクセーバーエアベルン、ユエルターミナルですね。セスタス、これ、持ってたっけ？はい。で、この辺から、一気の、割と、状態のいいノーマルか。これは2期だね。響き目。これ2期か。一期2期のカードも、割と最近集めてますね。あまり深みにはまらない程度で、10円でね、買えるぐらいだったらいいんじゃないかなと思ってます。この辺も集め出したらちょっと深みにはまると結構怖いからね。これかっこいいな、悪魔族って。ちょっと見えるかな？難しいな。はい。あ、これ、そう、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、ノーマル、なんだっけ？カイバーデッキか何かの部分かな？逆にノーマルっていいよね？いいよねっていうか。まあ、この辺、一気二気、一気かな。ああ、エルフの剣士もあったんですよね。はい、暗黒の、だって暗黒の竜王って書いてドラゴンってちょっと意味わかんないですかね。竜王でドラゴンキングとか言っちゃえよってね。はい、暗闇の奥深くに生息するドラゴン、目はあまり良くない。良くないんだ。で、絵画にそう。これイラスト好きっすね。ちょっと状態悪いんで、これピカピカの、なんだ、状態で欲しいな。持ってるの全部状態悪いんですよね。はい。っていう感じでした。ちょっと取り留めもないような感じっていうか、方向性が定まってないような感じですけど、まあ、古いカードとかね、レリーフ、こういうの集めたいと思っておりますので、はい。っていう感じでした。はい。遊戯をね、まだまだどんどん集めていきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。では、以上です。ありがとうございました。